何この頭片側一車線みたいなどうもフィッシャーズシルクです。寝て起きたらあいつどこに行くかっつったら多分トイレなんです。トイレに何か仕掛けたいなと。今ここにいるのは僕とペケタンですよね。そうだね。ペケタンってさ2個目についた名前で、フィッシャーズ当初ってもう一個名前あったの覚えてる？ B-O-N-E ボン骨。説明がいろいろと書いております。人体模型的なやつ。骸骨を買っていたのでトイレ仕掛けたいと思います。すげえやつだな、骸骨買うってもう揺らすな。ペケタンちっちゃくね。まあ3年生とかにしよっか。骸骨ちっちゃい。このペケタンいけ。あ、ごめんね肩外れた今脱臼トイレにこいつを飾っていきたいと思います。お前が喋ってんだね。なんかすぐ分かるところね。入っちゃう入っちゃう。あー風呂に使ってるみたいになってる。あ、可愛くね。可愛い、なんか可愛くね。本来想定してたやつの8倍ぐらい可愛くなっちゃった。じゃあ、ここで待ってて。3時に撮影を始めるともう4時になっちゃうんで、じゃあちょっと起こしましょうか。起きないんだよこいつ。でもこいつ起こすのがまず大変なんだよね。いや思って、マグロの解体ショーだ。マンモス。あ、来た来た来た。何時だと思ってる？12時。16時。ずーっと寝てた。本当にマジ寝てた。何の顔だよ。ちょっと不機嫌。多分映ってなかったの今だと。うぜー、びっくりした本当に。ダメだよ。あ、もう完全にそういうやつなんだ。ドッキリなんだ。じゃじゃじゃ。結構ガチでおしっこしたいんだよね。そうなんかね。マジ見ちゃいけないもの見たかと思った。え？見ちゃいけないもの見たかと思った。え？分かるよ。いや俺寝起きでこんなに声出したの。おい最後まで聞け。手ダメ。骸骨無理なんだよ。かわいい。ダメダメ。いったいったいった。あ、耳耳食った。待って、超痛いこれ。ラッパ耳が一番痛いとこ。うわうわじゃねえ。ミルコクロポップレミモヤスキいたん。鼻歌山頂。いや、はずき人の気持ちのつゆ知らず、そういうことすぐやるって最低ね。泣いてるわよ。気持ちになって考えなさいってことよ、これ作った人にもこれにも。このタイミングで最低ね。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にもツイッター、まあ、これもあります。チャンネル登録よろしく。